皆様アロハ。ワイナワークスのカウアイストーリー、今日は島の北にある町ハナレイからお届けします。ハナレイのお買い物はチンヤンビレッジか通りの向こうのハナレイセンターで。ハナレイセンターは以前学校だった建物がショップになっています。ハナレイ湾にはいくつかのビーチがありますが、今日は桟橋のあるブラックポットと呼ばれるビーチに来ました。ハリケーン・イニキで損壊した桟橋の屋根の部分は2013年に改修が終了しました。でもその後2018年の大雨でこの周辺は被害が甚大で、またしばらく閉鎖されていました。その後の整備で駐車場が広くなってアクセスしやすくなったので、今日もたくさんの人が遊びに来ています。波が穏やかなので子供たちが初めてサーフィンをするのにも安心です。ハナレイは雨が多いことで有名ですが、雨が降ると山に白い滝が流れて、それも絶景です。この景色と優しい海、カウアイ島のベストビーチと言っても良いかもしれません。しましょう。アロハ。アロハ。いつもワイナワークスの動画をご覧になっていただいてありがとうございます。手作りのミニカードをプレゼントしています。カウアイガーデンズのホームページからお申し込みください。 Have a great holiday season and aloha.